はい、いつも通りまあ普通にまあ俺もヴィーガンだし、まあグリーンフードフェスタ、今いるんだけど、あ、見えるかな、あ、ちょっと、こうか、まあ、まあ、とりあえずは、今一応バランス悪かったけど、まあ、何かしら紹介します。はい、プラント、プラネット、ピーポー、はい、あ、こうして見えねえよな、あ、こうか、プラント、プラネット、ピーポー、はい、植物、惑星で、ピーポーね、はい、まあ、人々ってことだ、はい、で、それはそれでいいんだよ、うん。で、まあ、いろいろとね、まあ、まあ、いろいろと、俺のアンチがいろいろとね、ヴィーガンで、パームオイルを食うのは、一応、どういうことなんだっていうのが、まあ、いろいろと、問われてるわけよ。で、それはそれでいいんだけど、まあ、いろいろと、質問してみたよ。あ、ちょっと、こうだ。俺ね、本当だって、前まで 4HA ってやってる場合にはね、こういうね、自撮りっていうのはあんまないじゃないんさ。はい。まあ、それを、ちょっと、言い訳くさい、動画なんかそもそも聞きたくないし見たくもないと思うから、まあそれは置いとこう。はい、まあとりあえずどっかしらね、まあ一応まあ背景だけでもとりあえず解除しとこう。はい、まあ失礼します。ちょっとあまり人の迷惑にならない範囲で俺は放送したい。はい、それも俺が一応大正時代から培ってきたまあ一つのまあ経験だよね。はい、まあまあ背景だけ見て後からまとめだけ言っておけば、まあこれも一つの 4AJ なんで、はい、まあこんな感じだと思ってくればいいよね普通に。はい、まあこんな感じっしょ。あ、こんにちは。はい、俺ね代表のねところね挨拶も何もね人を選んでいてね、そっから何かしらハプニングにつながって、でそっからね何かしら俺あれこういう身分になっちゃったから、まあ、とにかく挨拶って大事だよね。はい、うん、まあ最初俺もねあの人のことでいろいろとブロックしてたんだけど、まあブロックしてからまあ来た方もやられた方もまあそのお互い様なんだけど、あ、こんにちは。そのお互い様なんだけど何かしらねやっぱ挨拶っていうのは大切だよ。はあとコミュニケーションもね。はい、まあこんな感じで一通り見てで何かしら判断した上で、まあ、投稿するなりに何かしらしようかなって思う。はい、これも一つの 4AJ、はいはい、まあ、こんな感じだよね。はい、であと、まあ、いろいろな情報源 のブースとかもいろいろあるわけさ。はい、まあこんな感じだよね。ポテ、あ、すいません、ちょっと後ろで向いて進むのもちょっと危険だからちょっとここで。はい、まあこんな感じだよね普通に考えて。はい、あ、どうもこんにちは。はい、あ、危ない危ない。あ、どうぞどうぞどうぞ。はい、こんにちは。ほら、はい、まあまあこういうブースが普通にまあ立ち並んでるっていうのがまあ一つの醍醐味で面白さなんだよ。はい、あ、こんにちは。はい、あ、おはようございます。はい、こういう風に、ね、俺は代表時代の後悔で何かしら挨拶のね大切さっていうのをね、まあアンチのメキシコ系のチン、あ、ちょっとこっから先はちょっと変な表現含まれるからちょっと自粛。はい、まあとにかくね、ちょっとね生きがってるYouTuber の言ってることはね少しは正しいんだよ。だからね俺もね少しそれも取り入れつつ俺なりにねまあ団体の代表の抜けたからこそ何かしらできることを俺はやりたい。はい、では、あ、こんにちは。まあこういうことだよね。はい、であとはまあいろいろとフィールドワークした上でまあ自分なりの論理と知識と経験を固めておきますんで、これにて失礼します。はい、ここでちょっとねお詫びしないといけないお知らせがあります。私はかつて横浜のフォーアニマルズジャパンという団体で代表をやっていた、まあ、堀江隆二というものなんですけど、ここでお詫び。はい、私はかつて、アメリカのファームサンクチュアリに行った際とんでもない間違いを犯しました。それはミニブタ、後で指摘した方を、そう、私はね、ブロックしました。ここで、お詫びします。で、私はね、そっから、ないかしら、上野動物園で、勉強したいと思って、ここで、動画を配信しています。はい。じゃあ、ちょっと、
豚さんの方に顔向けます。この、真っ黒い子が、真っ黒い、豚の品種が、まあ、アグ、はい。これは、最初、あ、じゃ、間違えた。まあ、日本で、まあ、古くから親しまれている、まあ、日本は日本でも、沖縄です。はい。沖縄に昔からいる豚さん。で、ちょっと白とピンク、ピンクが混ざっているのが、アヨウ。はい。まあ、少し何かしら、沖縄の豚の形質と、まあ、海外の豚の形質も少し入っているかなと思います。まあ、それは置いといて、まあ、僕はね、何かしら、ちょっと、俺だけが目立ってても意味ないよね。まあ、とにかく、豚の、なんか、いろいろと、まあ、養豚のあの問題を、まあいろいろとつべこべとなんか動画でなんか、そもそも修行動画ばかり頼っていて、何かしらね、同じヴィーガンの間でもまあ普通のヴィーガン反対の人とかはもうまあいろいろと言われたわけですよ。だからこういう動画を撮っておきたいなと思って、で、これで締めくくりたいと思います。誠に、横浜で活動していたところは嘘ばっかり教えていて、本当に申し訳ございませんでした。で、これを気に入って言うのも、これを気に入って言っている以前に、もうね、一週間くらい前に俺ね、かつて運営していただいた団体の代表を辞めましたんで、はい。これにてもう、自分なりにフィールドワークをもう、身につけた上で物事を判断いたしますので、誠に申し訳ございませんでした。はい、失礼します。